今日の夜もルームサービスを頼みたいと思います。ここ 2,3 日麺類食べてないので、今日は五目焼きそばを頼もうと思います。ルームサービスが来ました。今日頼んだ五目焼きそばです。それともう一品 春巻きを頼みました。これ多分醤油だと思います。こんな感じです。ちょっと春巻きが4本すごい多いなって感じがします。では、いただきます。バリバリの硬くはないんですけれども、美味しいです。春巻き食べます。干し椎茸の味が効いております。美味しいです。